お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらメガナイトウォールブレイカープリンス U のバージョンというわけでやっていきたいと思います。まあ、本来ならばタルババですね。プリンスの枠はタルババで僕も使ってましたし流行ってたんですけど、まあ、今この方が使われてて、まあ環境ロイホグが強いので、まあ、そのロイホグに対してメガナイトが優秀ですよ。でまあプリンスの理由としてはやっぱ火力がないとロイジェイに勝てなかったりだとか、まあ、単純にメガナイトプラスプリンスの形を作るだけでめちゃくちゃ強いですよっていうので、まあこのデッキがね今使われてるのかなと思います。だけでやっていきます。で基本的にメガナイトプリンスが強いので、まあなんかメガナイトプリンス組みまくるイメージですね。であとはプリンスってもうこの単体でもタワー折れるあの強さがあるので、メガナイトプラスコウモリとかメガナイト U のメガナイトマスケで形を作りながらの、まあ、逆サイドに、プリンス単体走らせるとかも十分強いですね。さあここ相手ババ使ったのでちょっとねメガナイト出します。多分ラバかな。ババってマジラバにぐらいラバぐらいにしか本当入んないんですよね。さあスケドラですね。スケドラはねマジで厄介ですね。コウモリぐらいで突破できるといいけど、さあザップ、これバルーン来たらちょっと嫌ですよ。で、マスケはね、このスケドラに使っちまうと、相手がね、次ラバ展開とか、そう、バルーン展開とかしてきた時に詰むので、ここはね、ちょっと出さずに行きましょう。で、もう陸でね、あ、これ、プリンス相手、守れないっすね。なので、まあまあまあ、刺さりますよね。で、あの、インドからとかしたいね、ウォールブレイカーで下げながらの、まあまあ、なんか、あー、それはちょっとうまいな。それはちょっとうまい。これもう守れないので、これね、ザップも打ちません。打たずに、この後、メガナイトで踏んで、このマスキを残したい。こうマスキを残せば、世界はね、変わります。熱い。で、ヤザかな？ヤザなので、これ、ニコスザップが、ちょっと嫌ですけど。まあまあまあ。逆にその分ね、攻めます。相手、ないと思うので、特に、守るカードがね。よしよしよし。これは相手が攻めたカウンターですね。よしよしよし。これもうね、プリンスまで行っていいっすね。なぜなら攻めババしてるんで、陸がないんですよ。そう、今相手スケドラが4コスで出してて、もうコストも絶対なくて、なんならもう、ぶっ刺さるよ。うわーい、言えないっす。まあなんかもう、守れないんですよ。本当にマスケコウムリだけだと、バルーンとかラバとか守れないので、もう守らずにカウンターみたいな。ちょっと守ってカウンターですね。タワーは折れるんですけど、ユニットを残すっていうね、大事ですね、これ。さあ、よろしく。ホバキングス。知らないけど、ホバキンさんよろしくお願いします。ホバリアンの里。いや、絶対ホバリング使ってんじゃん。さあ、初っ端から出てきた。で、ホバが入ってるデッキはね、まあ、大抵ロイホグっすよね。やっぱ敗北活用っすよ。まあ、と、こやこやの可能性もあるが、いやーそっちかな。いや、こやこやだったらちょっとめんどくさいかな。スペルがザップだけなんでね。いや、違うな。言うのだな。まあ、わかんねえな。メガナイトか。ん？いや、なんだちょっとわかんねえな。俺もうメガナイト受けちゃうかな。ちょっと、楽しちゃいますね。うん、まあ、こやこやですけど、こやこやで言うのって結構珍しいんですよね。いやこれ逆サイプリンスで行きたいけど、エリクサーさ、そんなリードしてるわけじゃないんで、ザッピーだよな。ザッピーが入ってるってちょっとわかんないですね。なんか、ロイホグでもあるし、普通にコヤコヤでもあるし、どっちなんだろうっていう気がする。わかんないですね、ちょっと。さ、ホーバー、竹取る。いや、強い。あれが入ってる。で、これちょっと言うの。あー、言うのー、せっかくザップでさ、残してあげようとしたのに、残ってくれやーっていうね。で、これ言うの相手使ってて、陸受けがもしきつかったら刺さります。いやー、全然っすね。で、マザネクこの辺に来てほしかったなーっていう願望だったんですけど、ザピアがね、いやー、全然ザッピーいたの忘れてましたね。ザッピー言うの。陸が地味にあるっていうのをしっかり覚えてね。いや、ま、これ、許容したくないけどな。痛いっすね。いや、こやこやかな。多分、ロイホグとか入ってないっすよね。入ってなければ、まあ、メガナイト楽に展開できるので、よしよしよし。でも、ファイボ系が、まあ、あるでしょうけど、まあまあまあ、それぐらいならね、許す。
小屋小屋っすね。さあこれ踏んで逆にカウンターみたいなのないかな。ポイズンだ、ペーズンだ、ペーズン。これコウモリ溺れないとしいな。で一応マザネくんね、もう出すとしたらここにしか出せないので、ここだけ徹底潰してあげてね。でマザネく潰せばもうこっちのもんよねっていう。でザップね打ってあげて、なんかねこのザップは正直なくても通ったと思うんですけど、なんかこのデッキを使う上で特に大事なのがザップになってきますね。なんか普通に戦ってるとなんか突破できねえなで負けるんですけど、その突破する方法がザップなんですよね。なんかユニット対決でもうザップを打って、なんか相手は守れると思ってるけどザップを打ったことによって俺のユニットがめっちゃ残って、そのユニット対決を制してそのユニットでゴリ押すみたいな、なんかね攻めザップですね。ユニットとユニットがぶつかり合う時に攻めザップ打てば相手のユニットよりも自分のユニットの方が勝ちやすくなるんですね。それそのユニットで結構ダメージを狙えるので、ユニット対決の時の攻めザップをねちょっと皆さんも適当に打っていけばいいです。何もスペル打たないよりもなんかなんとなくでも攻めスペルをこうね読みとかもやっていった方が、やらないよりは絶対上手くなりますね。やらなかったら何も変わんないですけど、まあ、やってったらなんかね気づいたらできるようになってる可能性もありますし、なんかコツつかめる可能性もありますし、攻めスペルは大事ですね。コウモリなんだ、なんだこれびっくりした今。コカちゃん顎 LSP だよな、顎 LSP コウモリ。そう、あーあれかな、ロケ、あーあごめん、ミニペホグかな、ミニペホグ説あるが、ちょっとプリンスつけちゃってね。ミニペだったらだってこれきついっすよね。いや蓋が来る、そうザップって、あこれ終わったっすよね。いやーでもいい、いいアゴ釣りだが、これもう相手コストないんで絶対ないっす、てか陸がないっすね。いやーこれ逆だったかな、ああいうのカトゥーン。あーい、いやいい、もうなんか相性がいいような気がするね。まあでもプリンが俺からしたら嫌なんでね。だやっぱ相手のあれか、これ LSP 来そうだな。おい来るっすよね。いやこの大地も、おい待ってよ、そこまではねやめて、やりすぎじゃない、ちょっと、いやーちょっと待ってよ、いいホグが来ちまったよ、マジか、ちょっとなんか楽しんでた勝手に。まあでここは顎か、延命すんのかな、相手顎ミニペとかかな。うん、さあプリンスがちょっとタゲ取ってるんだね、こっそりウォールブレイカー忍ばせて、で端前プリンで決定、これ普通にやばいな、なんかよいしょ、で顎ミニペでメガナイト普通にやられちゃうんで、うん、どうにかね、どうにか突破したいね。あれ、いやこういうとこでもう一点いってるともっとよかったんですけど、ザップですね。いや問題、相手がやってる、でき、相手がやってマジでき、これなかったら俺負けてた、なんなら。でロッケがなんかあるんですよね、正直相手で。これは U の出さなきゃ多分守れない。 OKOK、 U の出したことによって完封、完封しながらの、いやまあまあミニペ使ってるから D が入る、これホグ一発入ったらロケかな、多分ロケで、まあまあまあダメージとしては俺左削ってるから、あれザップで落とせるんでね。いやこの U の受けめっちゃいい、でも仕掛けます、あとザップで落ちるんで、ただコウモリ落ちたな、あーギョギョギョ、いやまあさすがに危ねえな、ちょっと怖いね、ヒヤヒヤしたっすけど、まあプリンス U のこの陸攻めっすね、メガナイトの受けとプリンスの受け、ユーノの受け相手3枚いるわけなので、まあ、そこ全てに対応されたとしても、ディガーの受けっていうのもあるので、まあ、どっかが入るでしょうっていうね、感じのデッキですよね。まあ、ちなみになんかね、これユーノの枠だったかな、前は、ユーノが多分デリバリーとか、なんかそういう方でも流行ってましたね。さあ、ボスはね、ロイジャーよく使うけど、オールブレイカー来たっすね。マジアチオールブレイカーかな。環境のデッキなら何でも使ってそうな。ザップ打たねえでいいや。さあこれ踏んでいい気がするな。相手だってバルキリーとやりゴブ出してるんですよ。
ってことは結構陸使ってるんですよ。でマジアチャオロカってあとボムとディガーとかなんですよね。で結構陸受けはねきついんですよ。でキング起動したいんだと思うんだけど、そう、普通に陸受けがこれ絶対きついんですよね。奥行き、いや、いい、キング起動されるものの、キング起動させてあげる代わりにカトゥーン、カトゥーン、いやザップ打ってもいいけどな、打たなくてもよさそう。いやー来たっすね。まあ上手いからこそキング起動を絶対狙ってくるんですよね。だからこそ今みたいなユニット追加が刺さりやすいっていうのはねありますよね。ワンパンですね。いや激アツっすね。あれなんかね、キング起動してこなかったらまあ普通に守れるんですけど、まあ、してくるっすよね、やっぱ上手いんで。さあここしっかり守ってあげてね、後ろに下げて、あれ入るんかい、何やったんだ。まあ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 、これまだマジアチャーぐらいっすね。でスペルも相手トルネウッドとかだと思うし、プリンス受けもきついでしょ。いやプリンスっすね。なんか最近ジャイプリプリとかゴブジャイプリプリとかもなんかよくいるんですけど、なんかプリプリが強い。まあダークプリンスが環境のローフに強いし、前シーズンからなんかずっと活躍してる。でプリンスはなんか単体の火力として優秀すぎるんですよね。単体で守れるし攻めれるし何でもできるしみたいな、まあ、そういうこともあり、さあもしかしてこれ諦めた説あるよな。諦めた説は非常にありますね。さあ GG ですね。いいですね。メガナイトプリンスの形がやっぱ強力なので、それを守るにはたくさんいたゴースト使わないといけなくて、そしたらそっからね僕は U の追加、コウモル追加、ウォールブレイカー追加、いろいろ追加できるんでね、まあ、とりあえずメガナイトプリンスの形を作るのが結構重要ですね。それよろしく。基本的になんかねファイボとかが別にこの時はないので、奥のウィザードとかなんか遠距離系のユニットは、まあ、ディガープラスザップで処理で、あと自陣来たらメガナイトで踏むって感じですよね。よいしょ。さあ迫撃砲、えザップ走る、あ後ろに走る。迫撃タルコウモリか、タルか、タルってちょっとレアなんですよね。迫撃砲って普通ウッドなんですよ。タル、タルか、いやいい槍だ。タルってことはさ、なんか俺の思ってできた違うのかな、スケバルとかなのかな。いやでもこれさ熱くね、相手ギャングやりがぶさいたんで、どっからどう考えてもきついっすよね。あーだタルがタルがタルが優秀なんだな。そう、うん、エリアド結構取ってそうっすね。これユーナの受けがきついとかないかな。今コウモリ追加もしてあげようかな。ガゴムレとかくんのかな。いや、いいコウモリだ。これは。あちあちなコウモリ。いやー、まあ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 。さあ、ヤリコギャングのタルっすね。もう一個絶対あるんですよ。アウトローだったり、ガゴムレだったり、ムートだったり。まあ、そこのカードで世界変わるっすかね。まあ、アウトローも厄介だし、ガゴムレも厄介なんで、まあ、ムートも厄介なんでね。たまたま忘れてきたみたいな。そんな感じがいいな。さあタル、いやタル、タルタルがマジで強い。これファイブ取れるかな。うん、いやメガナイトで形作ってもよかったっすね正直。さあユーの、まあまあここはまあ無理せず、無理せずね守ってでいいな。相手も逆にタルだから俺のコウモリ最強っす。これガゴムで来ない限り、うん、アウトローか、うん、まあなんかがいるでしょうって感じだったんで、アウトローだったらまあ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 まだ許せですね。なぜならメガナイトで踏めるから、これ全て踏めます。うん、で全て踏むんだけど、あハミが、ハミゴブがいるね。でやコウムリ無双だな、これ熱いっすね。まあ、あとディガーきついっすね。もう僕はアウトロー正直突破できないんだ。あれそこのアウトロー最強なんでね、マジで最強です。突破できないっす。なのでまあまあまあ一生芋って、一生芋ってでいい気がすんな。ちょっとずつ怖くなってきます。よいしょ。ここに何の陸受け使ってくれるかだよな。
さ、ザップ、ああいらんかったか。いやでもまあまあまあ入ってる。アウトローがすげえ厄介ですね。うん、さ、なんか読まれそうだな。いや、いい相手の攻めがいい。いや、やばい、一気に追いつかれた。いや、ギャングがあって、ディガーがちょっと受けられやすいっていうのも結構きついが。逆に行っちゃった、プリンス。いや、カッツン入るのでかっ。いや、入る。ウォールブレイカー。いや、一発入った。うわ、でけえ。いや、正直負けたんじゃないかって思いながらも、相手の攻めとね、ちょっとタイミング被ってたのもあり、ウォールブレイカーね、通りましたね。ナイス。はい。というわけで、まあ、メガナイトウォールブレイカーね、まあ、玄関機はこの方なのかなというわけで、ぜひメガナイトプリンスのね、形を意識して皆さんも使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。